それで頭に来て、もう昼の練習から家帰ったんですよ。やったらね、やめるっつって。確かに、うん、そういう根性はいいね。帰ってもやめるっつって。で、2、3日経って監督が来て、どうしたんだお前っつって言われて、いやいや、僕ははっきり言って、自分が悪いんだってあれだけど、はっきり言ってね、ずーっと言われて、ね、東北大会負けたの、選抜決勝お前にせ、ずーっと言われた、俺も頭きますよって監督に言ったんですよ、正直に。もうやめるつもりだよ、何度も言ってやろうと思って。そりゃそうだ。はい。じゃあ次、中根さん、しばかれてました。漫画みたいな。で、あ、みんなわかると思うんですけど、どっちだったらいじめっ子といじめっ子じゃないですか。あのいじめられたやつはずっと根に持ってますから。持ってる。いじめたやつは覚えてないですから。覚えてないのよ。そうそうなんですよ。上の人は覚えて、だからいじめた人は覚えてないです。いじめられたやつはずっとありますから。だからですね、中根さんずっとだからベースターズ来て僕が逆にいじめた。やっとやり返せる、やり返せる時期、時が来た。その頃もう大魔人だし、はい、やっと来た。でまたエラーするんですよ。さあみんなポロッて僕らにポロッと落としたりとか。それですよ。最後押さえてハイタッチもしないんですよ。やっとやっと。おいおいおい。いいね。でもいい人ですけどね。いい人です。いや、あれね、悪い人だったらねできないですもん。確かに。いい人だからできるんですよね。あのさ、はい、俺があの宮城と岩手県の人で悪い人、うん、あと宮崎県、悪い人一人も会ったことないの。もう全員いい人だった。宮城と、盛岡、だから岩手県と宮崎県、ね、はい、だ東北6県回ったけど、はい、まあ、基本的にはもう 悪い人がいない。でもそんなにね、多分怒る人いないですね。あ、確かにね、怒られたこともないな、うん、そのなんか嫌な顔されたこともない。ほら福島は中畑さんでしょ。明るいでしょ。明るいね、まっすぐで、はい、あずひろが大魔神の時に中畑さん監督だったら最高のコンビだったんだ。ああ、教育してたか。監督待ってもいいっす。出てこないのかって。分かった分かった。ちょっと遠くの話もつ、はい、福祉大のさ、はい、最初の頃じゃない、もう礎を作った。そうですね、あの上に上岡さん、おじゃる同級生、はい、上岡さんがいて、で上岡さんからそうですね、その時にあの伊藤監督っていうのが大阪から、坂の宮から来て、そこから強くなってきた。はい、え、だっておじゃるも関西人じゃん。そう、あの同じあれです、坂の宮です。あ、高校監督と選手でいて、はい、東北、ちょ、はい、なんで安倍さんとか、その上に GM 安倍監督がいるじゃない。はいはい、あれ大竹さんって部長がいて、ねえ、その方がなんか GM みたいなことやってる、その関係で多分いろんな関係で来たと思うんですけど、でじゃあもうスカウトじゃないけど、もうそっからですね、ずっと、はい、まあ、プロも行くなかったし、そういうね、長嶋さんでロッテに行った方が一人いたのかな。あ、まあ、楽天のスカウトとか、あ、ね、はいはいはい、長嶋さんっていうのはうちの OB ですね。あ、第1号ぐらいのプロ、はいはい、でもだから憧れる、今なんか憧れじゃん、ゴルフ部も野球部も東北行けばなんか、はいはいはい、どうやってあの東北市ってそういうチームになってったんですか、和弘たちの、その伊藤監督の。あ、でまずやっぱり練習場ですよね、まず仙台なんで、うん、寒いんで室内練習場を作って、あの今もあれやって、前もそうだったの、あれ僕らの時にできてすごいね、あれ、でかいですね、行ったけど、あの時期だったらプロの室内練習場よりもはるかにライオンズのところもすごいって言ってたの、はい、俺が入った時より、はい、ナイアスポリスさん、そう、はい、あれができて、で練習もできるようになって、夜練もあるようになって、はい、あれ金本は、金本は二個下です、学年は一浪してるんだ、あいつ。あ、そうだ、じゃあ、え、はい、じゃあ東国市ちゃん勉強もできなきゃ入れなかったんだ、野球だけ行かなかった。いやいや、あの野球浪人だと思う、なんか多分な、本当違うって金本は言うんですけど、法政のセレクション、法政行きたくて、うん、だったらセレクション間違えたっていう噂は聞いたんですよ。セレクションいけなかったって聞いたら、いや、そうじゃないって金本は言うんですけど、中根が法政行ってんのにね、はい、で、あれで結局、だから下に矢野が、あ、矢野も魚の宮なんで、あ、その流れ、流れでずっとあるんですよね、関西から来て。で僕は衝撃的で、まあ、高校の時も先輩関西人の方なんかいたんですけど、うん、まあ、寮じゃないですか、うん、関西人って怖いなと思って。確かに、はい、言葉からして怖かったんで、なんか先輩とかもめっちゃ怖くて、はい、あ、先輩いたやっぱり関西人の関西、はい、で僕らの時ってほら大学ってもう4年か天皇陛下でもう社長だったら大変な時代じゃないですか、大変な時代、チリみたいなもんじゃないですか、うん、でそれの時にもうすごい嫌で、
うん、やっぱ声か寮生でしょ。寮です。あの今ある寮生家からね30分だからそうだそうだ寮です。寮あの鉄筋のいい寮じゃない。今はあっちですけど、まあ、違うとこあったんで。違うとこあったんだ。ちょっと肌があって、でその時にどうしてもその連帯責任というかあれに納得いかずにまたねで一回僕禁止なんだけど車取って見つかったんですよまあまあ免許あるから ね、はい、でしたらそれで連帯責任になってて全員一で集まれてみんなぶったたかれちゃったんですよ、うん、でその先輩に「いや俺いて一人やりゃいいじゃん」って、ぶったたけいいじゃんって、なんでみんないなきゃいけないのって言った言いましたってやめてやれよっつって、また逃亡生活が始まるチカチカいやなんかね、まあそんなすごい選手におこがましいけど、勝弘と俺なんか似てるとかって、俺も高校の野球部やめてて、うん、二度と野球なんかやるかこらって、はい、13人先輩とか乗り込んでってさ、はい、大喧嘩したことあんねん、はい、だからあの自分悪かったら素直に受け入れるし、自分悪くないんで言ったら理不尽なことは黙っとけ、黙っとけ、しかも止まんないでしょ、黙んないです。で逃亡生活して、逃亡生活もういややめろいいっつって何年ぐらいからじゃあ戻ってちょっと野球を、大学3年ですね。でも注目される大学でもそんななかったわけだし、まあ、3年の時に日本一だったのかな。それがだんだん強くなって、うん、はいはいはい、でもうプロは意識したんだ。いや全然なくて、4年になって、うん、でプロがスカウト来るようになって、うん、でどうするって言った時に、まあ、あの一応教職もいろいろやってたんで、あ、で、あの高校野球の監督になりたかったんで、ああそうだ、まあ失敗しても大丈夫かみたいな、うん、免許あるしみたいな、かとりあえず行くかぐらいの、はい、そっから楽しい生活でしたね。プロドラフト決まってたんで、あ楽しい生活始まりましたねで僕の引っ越したね、宮川ってうちのベースターズ入ってるんですよ、うん、宮川ってやつがいて、そいつが、まあ、いたねいたね、うん、それが僕が大学4年で、あいつが3年で、まあ、あいつもレギュラー格だったんで、次の日東京遠征だったんですよ、うん、で僕が宮川連れて飲み行ってたんですね。だから夜中朝ね4時か5時ぐらい出発だったんですよね。僕3時まで飲めると思ってたからそしたらなんか知らんけどどっか情報入ったんだろうね、佐々木が飲んでるって。12時に監督の集合があったんですよ、井上さん、あの伊藤監督、あ伊藤監督の、いや12時に夜中12時あるわけないじゃないですか、安心して集合だって言われて電話かかってたんですよ。そしたらでももう今から帰っても間に合わねえなと思って、で俺僕はもういい帰んないっつってで宮川帰ったんですよその集合にね。で次の日謝り出発前に謝りってすいませんでしたったら、お前東京線から外せるって言われて、うん、で今行かないじゃないですか。でよく言うのは宮川に、あそこで帰るお前がダメなんだ根性出し根性出しなんだなあお前だから帰ったからプロでもダメだったまあそこそこで終わったあれねやっぱりね残るずぶとさがダメだもう集合かかってるしな。そうもうそこ帰ったってもう怒られるの決まってるんだから、確かに楽しく飲んで後から怒られたって一緒じゃないですか、まあ、名選手は門限破ってもみんなもうここで見つかったら一緒だから、はい、朝まで楽しもうっていう人が多かったね、はい、俺は常にブルってたもん。あれどうなの、よくこの間もいろんな話したんですけど、ほらジャイアンツなんて厳しいじゃないですか。厳しい。門限例えば12時は12時って言うじゃないですか、うん、12時1分になったら出ていいんでしょっていう、そういう言い方もあるよねだって何時まで出ちゃいけないって書いてないでしょ。書いてない。門限何時って12時帰ってこいだから帰ってこいでしょ。12時1分はもう自由だ。自由でしょ、うん、そうだな。じゃあ4時に散歩行ったらどうすんのって話、うん、マキさんそんなこと言ってなかった。言ってた。あの人は、はい、そういう理論は通じなくてバッキンとかあ確かに。でもそれはそうだわ、うん、はい、一応あるけど、でもプロだから別にね、僕だったらもう好きにしてよって言ったって。確かに確かに、うん、自分の体なんだから。あもう監督やったとしたらね、それはそうだったもん、ね、好きにやんなって。そう僕なんて作んないよって。確かに。食べに行けばいいし。確かに、うん、あれプロ入ってそれどれぐらいトレーニングやったじゃないって言ったじゃない、はい、その山形行ったとか、はいはいはい、それで自分の中でそのあじゃあ大学生の時は何を投げたの。まっすぐとフォークだったの。まっすぐとカーブとフォークです。あー、はい、カーブ持ってたんだ。カーブ。あの俺戦ってる中でカーブなんかも見たことほとんど投げない。先発の時は投げてましたけどね。あ、はい、見たこれあんま、はい、抑えになってからはないですね。ないでしょ、はい、西山修司に投げたぐらいですよね。バカにして。いやいや、あのカーブ投げてくれて、まっすぐフォーク打てないからカーブだったらなんとかなりそうって言ったからカーブ投げたんですよ投げたら見送ってましたよ。まさか来ると思ってたあ、同級生ぐらい。同級生、修司同級生です。お前カーブ投げるとカーブ投げたろ、お前なんで打たないそのぐらいの投げたの。そうです。あ
で球はどのぐらいのスピードだったの学生時代は。いやでも50出てますよ。あ出てたんだ、はいはい、じゃあもうプロ入ってやれるって感じたのは何年目ぐらいだったの。いや自信ないです全然。だから今の子たちすごいなと思いますよ。いや新人を狙いますとか言うじゃないですか。はあ、今の子たちすごいな。僕言ったの目標なんですかって言ったらファミスタ乗ることですからね。ファミスタに名前乗ることですって言ったんですよ。本気で思ったんだ。本当に思ったんです。だってファミスタ好きだからあれに乗ったらすごいなと思って。はい、はい、だから新人王とかなんて頭になるんですよね。ファミスタ、ファミスタです。まあすごかったですけど、僕らの時のドラフト野茂とか与田さんとかいましたか。いっぱいいましたか。塩崎とか。そうだ、塩もそう、はい、そう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 、同じドラフトです、はあ、笹岡とね。すごい年代だね。すごいすごい。しかもその年の1個下もすごいのばっかりだしね。まあそうです、ね、俺で言う、はいはい、柿陽だ、うん、桑田だ、はい、気温のこともいろいろさ、俺すごいと思う。だから俺らのできるのは一緒に飲むとか、うん、話聞くぐらいしかできなかったけど、うん、やっぱその男気は俺すごいと思う。和弘の